はい、こんばんは、こんにちは。ウィーバン・ザ・ラスストーリー、今さらラスストーリー遊んでいく第39話ですね。前回刑務所から抜け出してきて、なんとかね、図書館でマナミアの話を聞いたりして、でもやっぱり兵士がね来るんで、酒場に逃げ込んできたとこですね。だから一度これからここのね上で話聞いて、セイレントから話聞いてから、トリスタ将軍殺害の真犯人を追うべく、ジルの部屋で、まあ、手がかりを見つけるってことみたいですね。じゃあ話しかけていきます。あー、来た来た、この色男め、なかなか見どころあるじゃねえか。ここなら兵隊が何人で来ようとも階段のところで食い止められる。カナンのことはこっちに任せて行ってきな。ほい。トリスタ様はこの紋章が城の秘密を暴くとおっしゃったのですね。確かに古文書の中に何度か出てきましたわ。もう少し詳しく調べさせてください。何か分かったらすぐに知らせますから。 OK。 エルザ兄ちゃん脱獄してるんだって。すごいね。バレバレやないか、みんなに。OK。 やっぱいないね。カナンはここにいるのかな、マナミアの部屋に。いるね。エルザ、あんまり無茶しないでね。で、私が言えるセリフじゃないか。頑張ってね。私、待ってるから。行ってくるぜ。じゃ。しかしね、クォークが本当に怪しくて怪しくて。よし。お待たせ。城に向かうぞ。準備。オッケー。じゃあこれでジルの部屋に行って、なんか手がかりを探していこうと思うんですけど、ジルの部屋まで行くまでに多分メタルギアソリッドしないといけないかなって感じだから。エルザとクォークはトリスタ殺害の証拠を見つけ出すためジルの部屋に潜入することにした。でもその手がかりをクォークがパッと置いてエルザに発見させる。さすがに警備は甘くないな。エルザ、見張りがいないときを見計らっていけよ。OK。 あの扉に向かって走るんだ。エルザ、見つからないように気をつけるぞ。こんなことならタナンから矢をもらっておけばよかった。スリーパーロー持ってねえよ。まあ、釣るか。一匹ずつ釣ってけってことだよね。来た瞬間、行きますよ。くそ。もう。いない時を見計らって。あれ。あれ。しまった。ダメか。ゲームオーバー。見計らっていけって、走っていけってことか。しかもハイドになってるからね、ついついスラッシュで切りかかりそうになるけどもみたいな。倒していけってことじゃないのか。しかも大事なことなんで2回言いましたみたいなね、クォークが。見張りがいない時を見計らっていけよ。分かったよ。あの扉に向かって走るんだ。オッケー、バトルスタート。また言った。分かったって。こんなことなら、タナンから矢をもらっておけばよかった。え？え？え？
話しちゃって。行けちゃったね。なんだよ。ジルの部屋は上だな。慌てるな。どんな警備にも手薄なところがあるはずだ。誰だ？しまった。ダメか。ダメか。ジルの部屋は上だな。慌てるな。どんな警備にも手薄なところがあるはずだ。ダメか。ジルの部屋が上。あ、右回りとかね。さっき右回りで言っていなかったもんね。急がば回れ的な。ジルの部屋は上だな。わかった。行くぜ。慌てるな。どんな警備にも手薄なところがあるはずだ。手薄でした。エルザ、待て。伯爵の部屋の前はさらに警備が厳しいから。まあ当然だな。どうするクオク。ここで待ってろ。夜遅くまでお疲れ様です。急な話で恐縮。クオク、どんな手を使ったんだ。あ、ちょっと今ござねでした。気にするな。俺はエルザと違って信頼されているからな。よし、行くぜ。雨？風か？おっと、ちょっと待て。こっからなんか明らかになんかね、バトルなんか起こるそうな気がしますね。とりあえずセーブして行きましょう。And open. いけるんかい。大丈夫だ。今なら誰もいない。知ってんのかい。ゆっくりはしていられないぞ。急いで証拠を探すんだ。エルザ、そっちには手がかりはないか。よく見て探してくれ。あ、なんかあった。貴族のやることはよくわかんないな。気づいてなかったけど。クオク、見てくれ。この件違う。ああ、それにこの手紙。グルグ族との取引について記されている。やはりな。エルザ、ここで一体何をしておる。何が起きている。伯爵、お叱りは後で受けます。しかしまずはこれをご覧ください。この剣の紋章、ジル殿のものだな。それに手紙の宛先はやはりジル殿か。バカだ。私はいらない。これは罠だ。離せ。クォークが怪しすぎる。すまなかったな、エルザ。しかし乱暴な方法を使ったものだ。は、申し訳ありません。何にしろこれでジルの取り巻き連中もおとなしくなる。
怖えー。にこだわる連中は私にとってもこの先都合が悪い。グルグ族との戦いの前に片付けられてよかったと言うべきか。やはり頼りになるのはお前だ。これからも頼むぞ。クォークがめっちゃエルサ見てる。多分これもなんか誘導の感じなんだね。エルザの疑いは晴れ、ジルは幽閉されることになった。人々はこれでジルとカナンの婚約も事実上白紙になったと噂した。はい、無事に終わりました。ハロー、オーケー、誰ですか。おお、疑いは晴れたようだな。信じていてくれたのか。そこまで卑劣なものにトリスタ様は目をかけたりはしないさ。だが私はジルも真犯人ではないと思っている。クォークだぜ絶対。いくら不意をつかれたとしても、あのトリスタ様がジルごときにあっさりやられたものか。じゃあジルも誰かにはめられたというのか。互いに足を引っ張り合うのが貴族の世界だ。何が真実か見極めるのは難しい。だが私は必ず真相を暴いてみせる。もうなんかもう自分の中でクォーク真犯人説が高まってるんですけどね。必ずな。しかしむやみに動きすぎるのも危険だ。相手はトリスタ様を一撃で仕留めた手だれ。今は私服し、私なりの筋で情報を集めていくつもりだ。うん。俺にできることはあるか。てかお前の仲間が多分真犯人だから黙っとじくれって言うんじゃない。気の知れた者以外には他言無用としろ。貴殿の仲間の中にもそう伝えてくれ。これで伝わっちゃうじゃん、クォークに。大広間に堂々と居座られてはこちらも身動きが取りにくいのでな。オッケー。じゃあ、あ、一回セーブして城の中の探索といきますか。無罪放免となるけど、真犯人見つかってないけどいいのかい。とりあえずカナンの部屋ですね。ナックナック。おお、カナンの服着てるじゃん。おじさまもエルザが無実だって分かってくれたみたいね。ああ、カナンのおかげだよ。ありがとう。でもエルザはこれからどうするの。まだトリスタ将軍の死には謎が隠されているような気がするんだ。それはね、なぜトリスタ将軍が殺されなければいけなかったのか。でも心配なの、今度はあなたの身に危険が及ぶんじゃないかって。絶対ね、あの後ろからクオークにガッてやられて、クオークなんでみたいなね。あなたのことを邪魔に思ってるのはジルだけじゃないはずよ。ね、あのクオークだよね。いきなり子分と思ってた、子分とは思ってないけど、エルザがいきなり上にグッと来たからね。危険は分かってる、でもまだ逃げ出すわけにはいかないんだ。なんでお前なんだとも言ってたしね。そう、気をつけてね。 OK、 じゃあちょっとこれね、あのせっかく部屋に入ってきたんで、ちょっとタンスとか調べたいと思います。書籍ロック、こっちね。開けれないか。フォーカス。これカナンの子供の頃、これカナンの子供の頃。エルザの疑いが晴れてよ。バフッってね。やっぱジルの部屋でしょ。フォーカス。貴族のやることはよくわかんないな。あれ、何かあるぞって言ってね。
明らかにここの上になんか物を置いとくのも怪しいよね。しかもなんかジルの部屋は手薄だとか言ってジルの部屋に行くぞみたいなね、クォークが全部言い出したんじゃないよ。まあ多分祭り廊下過ぎたぐらいから話進むんじゃないですかね。どうでしょう。あれ来ないね。まあとりあえず伯爵の部屋ですよね、多分ね。伯爵の部屋行ってみましょう。ここから順番というと、まず伯爵の部屋ですからね。あと図書館。とりあえずマナミアからの情報待ち。ですね。しかしローディングが入らんな。And open!先の戦いではご苦労だった。それにしてもトリスタ将軍は残念なことをしたどうした。はい、ジルの処遇はどうなるのかと思いまして。もしジルが犯人ではないとしたら。それを知ったところで貴様にとって何の得がある。無実の人を。すみません。ジルはこの遠征が終わるまでは禁錮。その後どうなるかは司法の手に委ねることになる。いずれにせよジルとカナンとの婚約は白紙だ。だが勘違いするなよ。お前とカナンを結婚させるかどうかについてはまだ何とも言えんぞ。いえ、カナンとのことは。よいよい。グルグ族の殲滅で誰もが納得する功績を挙げれば誰も文句は言わぬ。フォーカス。あの紋章はとかそういうわけじゃないよね。ダメか、ここじゃないね。あとさっきのね、図書館行って中庭に居座られては困るというか、中庭の方にも行ってみるって感じですね。本当に戦争っぽくなってきたじゃない。ここはあなたたちが何を。とやらとんでもないやつかと思ったが、見通しが甘かったようですな。結局は濡れ衣だったとか。にしてもそうなればどこにつくか見えてきましたな。ランバルト家の坊ちゃんの不祥事のせいで本国では大変な事態のようですぞ。この前の襲撃はすごかったな。大広間を最後まで守り通した騎士が二階級特進だとさ。この城があるのもそいつらのおかげという。はい、図書館。マナミア。お、マナミエルちゃん。メガネだ。おいえ。私やっぱりジルの仕業だとは思えませんの。当たり前じゃねえか。俺もそれは疑っている。だけど。だけどなぜ。トリスタ様が殺されたのはおそらくルリ城の秘密に近づきすぎたためですわ。でもそれはジルには関わりのないことです。うん、関わってるとしたら。伯爵がジルを犯人と認めるはずがありません。きっと伯爵が命じて。おっと。確かにそうかもしれない。でも迂闊に動けばマナミアも危険だ。今は敵の正体を見定めよう。そうですわね。私はあの勲章についてもっと調べてみますわ。お願い。はい、じゃあちょっと話が進みました。じゃあ行きま、ちょっと待って。今なんか文章出たね。まあちょっと見てみましょう。フォーカスできる場所があるかないか。ないね。ないね。ないね。OK。Let's move.
じゃあ中庭ですね。中庭に行きましょう。ナウローディング、この前の襲撃はすごかったな。大広間、さてさて、とりあえずメイドたちはどうしてんだ。あの子たちまた話をして遊んでいるわ。いくら教育しても無駄なのかしら。まず私が尊敬される。そういうことですわ。牢に行ってジルの様子を見てきたが、以前の面影はなく、ひどいありさまだったよ。ああ、欲にまみれた結果だから仕方がないな。落ちぶれたくはない。ああ、ジルに会いたいな。とか言う。あんだけ鬱陶しかったのに。いざ、こうなってみると、みたいな。ジルが何か手がかりを知ってるのかもしれない。牢獄の生き方忘れちゃったしね。行こう。まあとりあえず現状でグルグのとこに向かってるんだよね。この船は、船じゃなくて島自体で移動しながら。特にないな。 And open。行ってみようか。これはみたいなね、発見がどうでしょう。到着。あ、猿してるね。はないか、なんもないね。 OK。 じゃあ一番上ですね。次は見張り台。さてどうでしょうか。すげえ、誰もいねえぞ。話すこともできないようだ。砲台管制室。で、めっちゃローディングしてるね。チョインって、そういうわけではなく、なんもないな。すごいな。ここのどこは何もなかったね。じゃあとりあえず中庭に戻りましょうか。
中庭に戻って今回はね切りましょう。到着。すごいなこいつ。トリスタ様も迂闊であったな。なんだ口ほどにもない。上昇将軍など風の噂だったか。ああいろいろ頑張ってるねみんな。おうなんだその顔は。武器防具安くしとくからよ。鍛えてみっか。イエー。サンブレイド。ああサラマンダー。まだまだね、あのおう打天使の剣ちょっと強化しとこうか。ジュエルソード、グルグソード。ああ、グルグもね、あの、今回、ここから。うん。まあ、後でグルグ装備しましょう。ファントムソード。イエー。結構強化しましたね。防具。おお。これは。オッケー。出ましょう。よーし、よしよし。じゃあね、今回はここで終わりにし、次回ね、あそこのとこから地下に行ってみましょうかね。正面のとこからね。はい、お疲れ様でした。